ごはん、こんばんは、ラブです。今回紹介するレシピは、今の時期に食べたくなるスタミナたっぷりご飯にぴったりの豚バラのスタミナニラ玉炒めだよ。ぜひ最後まで見てね。ぜひみんなも作ってみてね。最後まで見てくれてありがとうね。高評価、チャンネル登録よろしくねー。